12月、怖いシーン、簡単まとめ。はい。まあ、というわけで、毎月、はい、この事故物件シリーズで、撮れた映像の中から、まあ、ちょっと、これ、新しかったなとか、新しい現象とか、ちょっと怖かったなっていうものを、わかりやすく解説しながら、まとめております。うん、まあ、結構ね、怖い映像は撮れたはずなんですけど、やっぱりちょっと、徐々に、僕らのチャンネル、なぜか、怖くないっていうふうなコメントが増えてきて、むしろなんか可愛いとか、ほっこりするっていうコメントがだんだん。そんなコメント見たことないよ、そんな。心霊チャンネル。うん、まあでも。もう唯一無二だ。言われてみれば、でも確かに、まあね。鍋パーティーとかさ、うん。結構コメントでもあったんですけど、うん、俺らしかもう多分できないようにはなってきてるな。あんなことはな。一緒に遊ぶみたいな。まあもう、なんていうかな、もう本当に人となりが分かってきたんでね。伝えるからね、うん、その幽霊さんたちのね、うんうん。やっぱり、幽霊さんたちに今悪意がないってのも、いや、それが多分一番大きいと思うね。うん。うん、それはありがたい。だから見てても、うん、なんかそういう悪意感を感じないから余計見やすいんじゃないのかね。うん、見てる方も、ね。ただやっぱりたまには怖いのを皆さん見たいと思って、うん、編集でめっちゃ頑張って怖く、煽りとか、字幕とかを、怖い怖い、これめっちゃ怖いっていう風に編集したら、いや、無理に怖がらせるとこが、ギャップがあって面白いみたいな。新しい BGM を何個ダウンロードしたかって、ね。怖い編集で、こう、やったんですけど、あれ。まあまあ、そんな感じですけど、まあ、ただまあ、現象自体はいろいろあったので、そうやね。ちょっとじゃあもう早速行きましょうか。行きましょう。うん。じゃあまず、12月1個目、うん。これは新しかったやつ。これもしだって、今はもうだから怖くないかもしれないけど、うん、引っ越したばっかの時これ見てたら怖かったろうなと思う、まず1個目な。うん、12月にやった定点カメラシリーズ。うん、2日目がな、紙風船、しぼむ。でも言われてみれば、うん、これ引っ越した当初と、今とじゃ、うん、なんか感じ方全然、180度変わんね。今だったら、あ、多分明治さんか昭和さんがこう風船遊んで押したんじゃないかなって、なんか絵が浮かぶけど、うん、もしあれ引っ越したばっかの時見たら、え？な、なに？あんな、だってもう、あの感じでお前の首こう来んのみたいになるもんな。だって引っ越したばっかで何も知らなかったら。俺も吐くわ、多分。もう髪の毛に引っ張られてな。いや、髪の毛引っ張るのはもう幽霊さんでも、生身の人間でも、俺はもう、反撃するから。俺も。まあまあ、これ映像見てもらいましょう。まあ、うん、だから風船で質問を毎日のようにやってるんで、うん、結構コメントでも紙風船でやってほしいっていう何個か来てたんですよ。だったね。うん。で、ただ、どこに言ってるかとかよくわかんなかったんですけど、うん、ちょっとまあプレゼントでいただいて、ね、いただいたんで知り合いからもらって、うん、ちょっと置いてみたら、うん、ああいう感じになりましたという。ただ、一回だけだったかもな。あれ以降は他の日は、何も転がりもしないし、何の動きもなかった。そうやけど、うん、不思議やけどね。どういう現象なんだろうな。続いてもじゃあ、はい。ただ、これは、ちょっと、人によっては怖かったという、うん、定点カメラシリーズ、4日目がね、5日目がね、4日目が5日目、うん、画面が赤くなって、赤くなって、影が出たのかな。そう、影が出て。やっぱり赤くなるって、うん、心霊写真とかでもよく言うけど、あんま良くないっていうから。そういうね。これはちょっとだから、風船で質問でちょっと聞かなきゃいけないなとはちょっと思う内容でしたね。ちょっとまあ見てもらいましょう。なんか、怒りの赤というよりは、どちらかというとなんかストーブのような、あったかい赤では、オレンジのようなね。そうやね。あるんですけど。まあ、からっていうわけではないよね。ちょっとこれ聞いて、質問ね、どういう感情で。
一応その後足音もしてるから。ああ、そっか。うん、何かしら。普段のその、でも、なんか激しいなんか起きてるとは言うわけではないですからね。それがたまたまカメラの方が調子悪くなったっていうのも考えられますから。なるほど。まあ、ちょっとわからないけどね。まあ、ちょっと、質問ができるんで、はい、質問、ちょっと近づけてみて。はい。その次の日の定点ですね。はい。俺はこれが怖かったけど、やっぱりもう、皆さんは怖くなかったらしい。でかい影。あれ怖くなって。いや、あれ怖くなかったらもう、なんも怖くないよ。だって、部屋を覆うほどの、しかもなんか、俺は、あれが、ちょっと顔っぽく見えたの。顔をこうやってるってこと？そう。あ、もうなんかこういうのじゃなくて、顔をこうやってるってこと？そうそう、こういうなんか覗いてるような。え、ってことは、ほんと、ライトに、近くに、ライトカメラ。あのデカさになるにはな、影みたいに、ライトの目の前とか。めちゃめちゃ近くに、うん。ぐらいに俺は感じたんだけど、うん、やっぱ皆さん怖くない、ね。まあもう幽霊さんに悪意がないって。でもやっぱり、あ、じゃあ見てもらおう。ああ、またか。よし、はい。やるかないかっていうのはやっぱり全然感じ方変わらない。ああ、そうだな。うん。よかったわ本当に。よくだってさ、うん、その守ってくれるご先祖様の幽霊だったらやっぱり出てきても怖くないって感じるし、そう亡くなったおね家族のさとかさ、そう、あ、会いに来てくれたんだみたいな、確かに。そうか、自分たちのご先祖様じゃないけど、うん、まあ見守ってくれてる方たちだっていうことで、そうそうそう、あの、うん、怖くはないのかなって。だってあの俺のばあちゃん、まあ、亡くなって、うん、お供えで、ね、桃、大好きだったかって、うん、桃を結構、仏壇に置いてたの。一、うん、回置いて、次の日起きたら、本当に人がかじったようにへこんでんの。ちゃんと皮もなくなって、本当ちょうど人の口ぐらいガリってかじって、一口。不思議。で、あれな、なんだろうと思って、次の日新しいのに変えたら、もう一回、同じようにへこんで、そう、その写真も親は持ってるけど、でもやっぱ怖くなかったからね。うん、すごいな、それ。でもあったかな、うん。だから、いつかじゃあ、なんかまあ、食べ物置いててもそうなったりするのかな。その瞬間といったらすごいけどな。いやいやいや、もうすごいよ、それ。うん、はあ、どこに消えんだろうってなる。いや、確かに、うん。まあまあ、じゃあ続いて。はい。これはいろんな人が怖がってましたね、ただ、うん。あの、コムドットさんのような動画を撮ろうかな。山中愛の告白中に風船割れるというね。ちょっと見てもらいましょう。大好き、うん、お大好き、うん、お大好き、うん、お大好き、お前の大好きよっぽど嫌だったんだ。まあ、というわけで、ね。まあでも、急に風船割れるのは本当怖いからね。いやいや、あの、お前がイケメンになりきって告白してるのが怖いな。いや、俺かい俺かいそこに対してゾッとしてる。風船うわ、怖っ、キモ、最悪。初めてって言おうかもしれない。いや、言われすぎや、俺。言われすぎやね、うん。お前はコブドットじゃないみたいなね。いいや、だって、コブドットになりきるぞっていう趣旨の動画なんやから、うん、俺はあれをやるよ。え、でもまあ、ダメみたい。もう、二度とイケメンにはなりきんない方がいいっていう。うるせえな。うるせえな、お前。まあ、ただまあ、そんな、中で、うん、お前がこう、こっちに向かって、愛の告白したら、後ろで風船割れたから、おそらく、お前のこと見てなかったな。なんでやねんな、お前。ずっと俺の横に行ってたの。うん、遊ぼうっていう感じで。おい、おい、一生懸命やってたのよ、おい。変ないるから、あっち行きたくない。一生懸命やってたよ、遊ぼうみたいな感じで、多分俺の袖を引っ張ってたと思う。あれ結構もう長い間やってたんやね、俺中座を。もう。現象起きるまで。そう、現象起きるまでやってるから、うん、もうそっちはずっと後ろでさ、俺の、うん、後ろ姿、うん、中姿を見てて。途中飽きたもんね。長い時間やってて、後ろで。飽きた言うな、ほんま。一緒にやってるよ、うん、まあじゃあ続いていきますか。はい。これは、
これもちょっと新しかったかな、うん、都道府県を、教えてもらう、はい、どこから来ましたかって都道府県教えてもらって、はい、もうはっきりと確定した動画で、うん、今までで一番長かった現象、うん、これを見てもらいましょう、うん。まあ長かったな。長かったね。うん、まあ、あんだけ長く続くっていうのは今までなかったね。あんまり俺だから他の事故物件の YouTuber さんの動画って見ないんだけど、でも多分他の事故物件の人たちってあれぐらい普段から投げんじゃねえのかな、もしかして。ああ、でも言われてみればそうだね。俺らってなんかよくおとなしいとか、ちょっと優しい感じする幽霊さんですねって感じで言われる。もしかしたら普通の人はあれぐらい言ってるのかもしれない。でも確かに。ヤマキューさんは俺ちょいちょい見る。でもヤマキューさんは確かに長いかな。でもそれでも1分、2、3分かな。俺らはでもあれ、あれ多分1分、2分ぐらいだよな。いや多分2分もな、買ったはずで、ちょっと覚えてないけど。うん。でもそう考えると、他の人たちの方がだから長いというかな。まあまあ、じゃあ続きいきますか。はい。これは、俺は何回聞いても聞こえないんだけど、ただコメント欄では、あ、本当だ聞こえるっていうコメントがいっぱいあったやつなんですけど、ケーキを食べた、クリスマスケーキ食べた、幸運の事故物件の動画、6分17秒あたり、ケッケッって笑い声が聞こえると。もう一回ちょっと聞いてもらいましょうか。聞けないかもしれないです。まあもう、一個ちょっと動いて。聞けないかもしれないです。まあもう、一個ちょっと。うん、これがね、イヤホンして音量マックスにしても俺は聞こえないんだよな。ちょっとわかんない。俺のスマホが古いのかもしれないし、やっぱ新しいスマホの方が聞こえるのかもしれないけど、コメント欄では結構、あ、本当だ、聞こえる。笑ってる。これはでも、いい意味ではあるのかな。コメント欄見てる感じだと、
俺は聞こえないからどんな印象かわかんないんだけど、うん、あ、いい、楽しんでそうみたいな。うん、結構子供が。ならいいね、うん。そうか、お前まだあれか、この、あの、秒数知らないから、あれだけど。まだちょっとまだ。ちょっと、まあ、編集の時一回聞いてみて。うん。どうだったか。うん。続いていきますか。はい。続いて。これはサブチャンネルからですね。はい。結構昔に撮って、うん、で、最近アップしたやつなんですけど、うん、押し入れの中を細かくチェックするっていう動画で。ああ、結構昔のやつやね、それね。うん、これ結構いろいろ怖いシーンがあったんです。まず1個目。うん、10分50秒あたり。はい。これ結構いろんな方がコメントで言ってた。はい、オーブが飛んでると。なんだよくさ、他のね、それこそ事故物件の人が、うん、オーブ飛んでるみたいな、うん。俺らのオーブとでもちょっと違うみたいな。俺らのオーブ俺らのオーブはもうなんか、まあまあちょっと見てもらうか。うん。あ、じゃあ見てもらいます。うん、はい。何やってマジで。怖っ。ここが危ないからもっと家中が。本当に。何やってマジで。怖っ。ここが危ないからもっと家中。まあ確かに飛んでるの。俺らのオーブって。はい。ちょ、俺この映像ちょっと確認してないかわかんないんだけど、うん、他の動画とかでも俺らの動画でな、うん、見るやつ、だいたい1個で。あ、そうやね。確かに、確かに、うん。他の人たちのってなんかもういっぱい飛んでるらしいの。あ、いや、そうやね。うん、俺見たことあるけど。うん、でしょ本当に。だから、ほこりなんじゃねえのとか、よく言われてるらしいですけど、うん、僕らの1個ですから、うん、で、確かちょっとなんか不規則に動いてるんで、うん、そう簡単には、そう、なんじゃ、意思を持っててさ。そっか、じゃあ意思を感じちゃうの。お供えする場所あるじゃん。うん、俺、だから、お供えの写真よく撮るじゃん、うん、サムネ用とかで、うん。写真撮ってると何回もオーブ撮ったことあるんだよ、実は。あ、マジで？そう。で、パシャって押した瞬間、映ってんだけど、うん、映像、画像見ると残ってねえの。不思議。しかも、1個毎回、オーブ。1個だけ。マジで？そう、ふさってこう撮って、あ、今、あ、映ったって思ったけど、画像見ると撮ってない。そもそもそのオーブってのは何を表してんの？だから人のベーコン、人玉のものなの。うん、なんじゃないのな。じゃあその明治さんのか昭和さんのってことなの？だろうな。うん。じゃあやっぱり、その場でいるんかな、じゃあ。かもしれない。いてくれてるんやね、じゃあ、うん、本当に。で、まあ、この同じ、押し入れシリーズで、うん、これはちょっと、俺は、現場にいてちょっと怖かったけど、なんか、いつもの、うん、お供えしてる、うん、反対側の押し入れの、上、うん、天袋。外そうとしたら、外れなくて、うわーってずっと外そうとしたら、うん、最後、なんか音が鳴り出すっていう。いいですよね。これ動画だとあんま音、はい、聞こえないかもしれないですけど、現場だと普通に、結構聞こえたね、もう、クッククックみたいな、うん、ずっと音鳴ってたんで、怖かったですよ、あれ。いや、あれちょっと怖かったね。映像だとあんま伝わってないかな。ちょっとまあ。はい。ちょっと外れにくいな、これ。あ、そうな。持ち上げてるの。これなかなかハマってるぞこれ。ちょっと一回止めるか、うん、これ今ちょっと外すと思ったんですけど、ちょっと待って、ちょっと聞いててください皆さん。なんか音鳴り始めたんですこれ外そうとしたら。いやこれめっちゃ外れにくいんですよ。うん、あそこがどうしても外れなくて、でずっとやろうとしたらもう最後音が鳴り出すっていう。あれだから、鍋パーティー動画か、うん、ケーキか忘れたけど、あの前にカメラ置いたじゃん。うん、あのカメラセットしてる時も、実は同じ音な、鳴り出してた。あ、マジで？そう。またキュッキュッキュッみたいな。なんなん、別のかな。それはちょっとあれだけどな、また話変わってくるの。3体目だったらちょっと嫌だけど。なんなんやろな、それ。それとも、うん、なんか、新たな秘密があるのかな。ちょっとまだ詳しくは。うん。ただ、あそこの天袋も外せないな。真っ二つに折れば外れるよな。うん。溝がすごい1、2センチあるんで。そうだね。なかなか外れる。当時は今ほど明治さん昭和さんの概念もなかったから、うん、ちょっと不気味やったね。うん。じゃあ次、同じ動画から、じゃあついでにこれも見てください。また同じ動画。うん。じゃあこれまず見てください。はい。やめろよ、お前、おい、おい。あ、ちょっと、待って。ええやん、ちょっと、おい。心霊だな、お前。女性用の下着が出てきた。別に、お前。そういう趣味があったのが。ええやんか、もうさ。何が。
ていうわけで、だから、いつも撮影で使ってない山中がプライベートで使ってる押し入れから、はい、なぜか女性用のパンツが出てきた。いやいや、これピックアップすな、もう。ここ皆さん結構ゾッとしたっていう。いやいや、俺、書かれてたよ、確かに。その皆さんもゾッとした。このパンツが気になって他の現象が頭に入ってこないのかね。皆さんやっぱ怖がってましたから。どこピックアップしてんだ、ほんま。じゃあ次行きます。いや、説明せえよ、お前。ちゃんと。ちなみにあのパンツを履いてる動画、もうものすごい探せば、ネットのどっかに上がってます。山中があのパンツ履いてる動画があってます。あれ、ちゃんとキャラになりきって直履きやからな。だからまあ、要するに女装ネット的なのはね。そう、それちゃんと言わないと。プライベートってな。でも、別に芸人って女装するとき、女性のパンツ必要ないですから。もしかしたら、何か元々持ってて、気まずくなって、あ、これはネタで履くんやって言い始めたかもしれないし。まあ、お前だってな、お母さんのパンツな。何やねん、もう言わんでええやろ。だから中学の時に。言わんでええやろ、ムラムラしすぎて、なんかもう女の人のパンツないかって言って、でもやっぱりもうね、人様盗んじゃダメだし、もうどうしようもないから、最終的にお母さんのパンツをこっそり自分の部屋に持ち込むっていう。いや、持てへんからしゃあないやろ、俺。持てへんからしゃあないの、お母さんのしか。身近な女の人、お母さんしかいなかったよ。ベージュのパンツをなんか持って喜んでたっていうね。俺でそのまま、そのパンツを部屋に置いたまま俺上京してきたからな。で、お母さんは、お前の部屋片付けるときに見つけて、まあ、洋介ったら、みたいな。なんでポッとすんじゃん、もう。怒るや、そこは。なんでポッとすんの、じゃあ、続いて。はい。これも、印象的でしたね。はいはい。影を出してるのはどちらですかという動画から。はいはい。風船が割れた後、カメラの下から出てくる影。これをちょっと見てみましょう。はい。まあ、というわけで、これはだから、風船割った方が、出てきたんじゃないかなっていう風に感じれる。そうだね。うん、まあ、実際どちらかはね、わからないですけどね。わからないけど。でもやっぱ、ああいう感じで、ちょっと意思を感じる部分はありますね。一番身近にから残ってくるのは、ちょっと、まあ、ね、ビクッとなるよね。引っ越したばっかの時だったらもう、やばかったかな。いや、やばかったね、もう。じゃあ、これもでも意思を感じんな。はい。鍋。鍋をした、鍋パーティーの動画から、味ポンを入れようとしたら、カメラが動くという。マジでびっくりしたね。あれはびっくりした。二人とも目が点になったからな、カメラ目線で。え、普通になって、あ、メイさん、味ポン好きかなって。まあ、ちょっと見てもらうか。あ、見てもらおうか。すごいカメラじゃん。え、お前ちそうじゃねえんだ。お前ちそうじゃねえんだ。え？足ポンやめとくか。え？急に動いたらカメラ怖っ。まあというわけで、普通にこう、明治さんに足ポンでいいかなって入れようとした瞬間、カメラがガチャンっていう。仮に偶然だとしてもタイミング良すぎるからね。そうな。っていうか、カメラが、あんな風に勝手に、なんつうの、偶然で動くわけないからね。ないないない。うん、あれめっちゃ硬い脚立というか、あれですから、うん。普通は動かないですからね。それが、急にガチャン。どう動いたんだろうな、逆にな。それもわかんない。あれ、そっか、別に。動いた瞬間見えてないから。ガってなってないもんね。そう、角度変わってない。角度変わってないもんね。そう。何が動いたの、逆にね。確かに。え？さあ、じゃあ。いや、怖い。ちょっと怖くなった。ちょっと怖くなった、今。確かに。最後、今月の、一番最強シーン。お、最強？幽霊さんとドミノをしようから、最後、幽霊さんが、まあ、現象を起こして、最後、ドミノがゴールするシーン、ご覧ください。まあ、というわけでね、山中が、
5年後の自分に出会えた。おい、おい、5年後ってはっきり時期を決めんだ、うん、あれはもうハゲたというより本当の自分に出会えたところだから。お前ずっと言うな。でもあれなんかコメントでもあったんですけど、うん、1本だけ残してくれたのは多分明治さんか昭和さんの優しさじゃないかなっていう、こうシュッシュしてくれたんだなみたいな。いや、アホ毛だけ残してくれてるみたいな。だとしたら、ほんと、メイスさんと昭和さんって、もう、なんかもう、すごいよな。お笑いが分かってるしな。エンタメ、お笑いやエンタメ分かってるな。しかも、でもあれ今考えたらさ、あの一本だけ残るのおかしいよね。この、倒れてって、一番手前のが残ってんじゃん。うん、おかしい、ね。おかしいよな。あれが残るんだったら普通、他のやつも倒れずに終わるはずなのに、他のやつちゃんと、ズルンって抜けて、ズルンって言うな、お前。ところてみたいに抜けて、ところてみたいにめちゃめちゃズルンっていくやん、お前。一本だけ残って、あれ、今考えたら不自然ですよ。ああ、すごいとこ。守ってくれてる。一本だけ。だからお前もだから、5年後、ちょっとだけ、猫水さんみたいにちょっとだけ、無人島が。まあ、まだ、まあ、まだ無人島ってな。まあ、まだあるならいいわ。ただ、あれは見事やったね。いや、あれはすごかった。いや、すごい、メイさんとシャワさん、すごいね。あれは、でもまあ。いや、もう俺余裕で抜かされてるもんなんだもん。そうだな。うん、それはもう、最初からだもんな。うん。ほんと、ちょっとフォローせえよ、お前、俺は、ほんとに。まあ、というわけで、12月のシーンでしたね。はい、はい、はい。まあ、1月も、いろいろ、あると思いますし、もう、僕ら、年末年始も休まず。うん。うん、あの部屋は、ほんと、左右、上下左右、全部、空室なので、これ本当に不思議やわ。そうな。まあ、というわけで、はい、12月はここら辺で、はい、また1月も、お正月も休まず行きますので、はい、よろしくお願いします。はい。どうしても入れたいってとこ全然受けねえじゃねえか。